で、1000円以上安くてこれだけ切れるんだったら悪くないかなと思いますね、はい、やっぱ切ってて負荷もそんなにかかってなかったです、ね、ダミも結構綺麗だったですね。綺麗でしたね、やっぱり、はい、いつもお世話になってます。美作の YouTube の時間がやってまいりました。ありがとうございます。はい、今回は面白い商品をご用意しました。はい、こちらです。この真っ白系のパッケージにですね、これが今回ご紹介する商品です。はい、謎ワード入ってます。無限瓶、読みにくいですね。はい、ごめんなさい、すごい多分初見で読める方なかなかいないと思います。無限瓶で、こちらですね、知る人ぞ知るですね、ハウスビームさんが作った丸ノコ用の刃なんです。かなりですね、切れ味がいいよということで、うちの方で置かせてもらってるんですけれども、はい、おかげさまですね、売れ行き好調、リピーターはついておるんですが、今回この無限瓶、はい、ごめんなさい、真っ白ですね。毎年実は限定色ということで色を変えて出されてるそうです。で、今回これ2021年の最新の限定色、純白ですね。純白コーティングということで真っ白の刃が出ております。はい、今回このですね、バッチリ切れるこの刃をですね、皆様にこの実際切って、その切れ味の方を皆さんに解くとですね、ご覧いただければと思いまして、やらせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ実演の前にさらっと刃のスペックをご説明します。はい、こちらハウスBMさんの無限ビニですね、165mm の、今回ご紹介するのは125もあるんですけども、165をご用意させてもらいましたね。で、このチップの数が 54p ございます。そして厚さが 1.6mm ということになっております。はい、そして秘密、8対1の組み合わせ版になってますということで、カメラさん、ここのチップを刃のところをちょっと見ていただきたいと思うんですけど、他社さんだと5対1とか4対1の組み合わせ刃なんですけれども、ハウスBMさんは8個ですね、12、あ、ごめんなさい、ここからですね、12345678、ここまで左右対称の千鳥刃組み合わせ刃で、9個目で平刃を設けております。こちらですね、ここが平刃になっております。まあ、毛引き刃ですね、直進性と書き出しを良くするためにこの刃がついております。で、さらにもちろん12345678、8本の千鳥刃に1本の平刃という組み合わせで、合計この毛引き刃がですね、6p 分ついております。で、合わせて 54p っていうことになってます。で、これなぜこういう風にしたかっていうと、千鳥刃はですね、切れ味を醸し出してくれます。しっかり切れる。ただ千鳥刃だけだとですね、断面が綺麗になりにくいそうなんですよ。そこでまっすぐの毛引き刃、ささくれ防止のためですね、平刃を設けてるんですけれども、平刃が入ることによって書き出しと直進性を生みます。ただ平刃が多すぎると抵抗が強くなるということで、そこで導き出したのがですね、8つの千鳥刃と、1本平刃を設けてることによって、しっかり切れる切れ味と書き出し直進性を生むちょうどいいバランスということで、8対1でハウスBMさんは作られたってことですね。ちなみにこのまっすぐのこの平刃を最初に、発案したのはハウスBMさんだそうです。ちょっと正確かちょっとあれなんですけども。で、この刃はですね、大体20年ぐらい前に作られたんですけど、実はですね、根強いファンがいるということで、かなり切れ味には定評があるということで、今回ご紹介させていただいております。で、もちろんスリットもツインスリットということでしっかり入ってますので、抵抗というか音もですね、超低音加工ということで、切った際のブレも少なく音も静かですよ。まあ、これ他メーカーさんでもよく出してるんですけど、もちろんフッ素加工もしております。そして、まあ、純白の白ということで、かなり見栄えもよろしゅうございますという刃でございます。で、今回ですね、この8対1の組刃、そしてこのスリットを設けたこのハウスBMさんが誇る無限引きをですね、
丸ノコの方につけて実際に切れ味というのを皆さんにこれから見ていただきたいと思います。はい、じゃあこれから切ります。そこでご用意したのが、はい、こちらが今回の目玉ですね。無限ビギ、ハウスビーグさんが誇るこの無限ビギですね。こちらと、はい、職人さん皆さんご存知、あのヤバいサメハドちゃんでございます。こちらですね、同じく165の大きさで、こちらが54、はかずが54、そしてこちらが55ということなんで、比較対象としては大体同じということなんで、今回この2つで切れ味のほどを皆さんにお見せしたいと思います。まずご用意したのがこちら、松の木材ですね。松でございます。そして今回は牧田さんにご協力いただきます。すいません、40V マックスの充電丸ノコ、そしてはい、今回の主役無限引きでですね、こちらのこの線、すみません入れたんですけど、これをですねぐるっと一周切ってみたいと思います。ではよろしくお願いいたします。はい、じゃあいきますね。スイッチオン。はい、しっかりとした断面ですね。つべつべでございます。なかなかの切れ味がありますね。こちら断面でございますね。はい、つるつるでございます。じゃあもう続いてですね、次皆さんご存知サメ肌ちゃんが登場でございます。こちらでもですね切れ味のほど試してみたいと思います。ではよろしくお願いいたします。こちらもかなりしっかり切れてますね。つべつべですね。すげえ、さすがサメ肌ですね。つるつるでございます。はい、じゃあ次はですね、気になる縦引き、縦に1本切ってみたいと思います。これで刃のですね切れ味が、差が出るのかなということで、ちょっと今回縦引きやってみたいと思います。じゃあまずは無限引きの方で、ハウスビーグさんの無限引きからやっていきたいと思います。縦引きですね。しっかりこの一直線に切っております。はいはい、無限引き、なかなかの切れ味でございました。では次は牧田さんのサメ肌ちゃんで行ってみたいと思います。じゃあこちらもよろしくお願いいたします。
手前が、こちらが、サメ肌ですね。こちらもですね、やはり素晴らしい切れ味ですね。縦引きだろうが何だろうが、ものともせずということです。両者ともにですね、なかなかの切れ味でございます。いかがだったでしょうか。私個人的に脇から見せていただいたんですが、サメ肌はやっぱり切れるなっていう感じでした。スッと入ってる印象は見受けました。ただ無限ビームさんもですね、こちらの方がコスパは非常に安いんですよ。お値段がいいです。の割にはかなり検討したかなという印象でございます。で、実際切った感じですけど、どんな感じでした。まあざっくりで、はい、まあそうですね、はい、サメ肌はまあ切れるのはやっぱ当たり前でしたね。いやー、やっぱ切れましたよね。ものすごく切れましたね。今回のこちらの方は、無限引きの方はた、まあ、こっちの方がまあそれなりには切れてたんですけども、はい、まあ、サメ肌と比べると、まあ、そんなには切れてないんですけども、うん、若干やっぱ落ちてる、はい、ただ値段帯がこっちよりやっぱ1000円くらい安いんですよね。うちの売り手で1000円以上安いですね。1000円以上安い、安いので、1000円以上安くてこれだけ切れるんだったら悪くないかなと思いますね、はい、やっぱ切ってて負荷もそんなにかかってなかったですし、ですね、ダメも結構綺麗だったですね、はい、綺麗でしたね、やっぱり、はい、ということなので、まあ、残念ながらの切れ味でですね、やはりサメ肌にはちょっと及ばないかなと。なかなかやっぱ手強いです、こちらなんですが、こちらの無限引きの方はですね、お値段リーズナブルな割にはかなりですね検討したと。しっかり断面も綺麗で、やはりこの千鳥版がですね、8対1の千鳥版の方がかなりですね作用したのかなということで、しっかり切れた印象です。はい、値段も安いので、ぜひですね、職人さんの皆さん、どうしても大工さんとかだと材料切るコスパも大事でございます。1枚の刃で何枚切れるか、そしてどう綺麗に切れるかっていうことが大事だと思いますので、このハウス BM さんが出しましたですね、この無限引き純白のコーティング限定色、こちらの方リサクワークスの方で在庫ございますので、気になる方はぜひリサクワークス要チェックでよろしくお願いいたします。リサクワークスでは新商品やお得な情報をどんどん流しますので、こちらチャンネル登録よろしくお願いします。